先日の武神祭の一件以来、ミドガル王国のディアボロス教団に目立った動きはありません。中将の派閥はもとより、再編中のフェンリル派も混乱で身動きが取れないようです。全ては主様の計画通り。これで我らは後ろ背を気にせず、オリアナ王国での事変に戦力を集中できます。ただ気になる情報も。最近無法都市への資金の流入が加速している。金、あの区域はどの国家にも属さず、世界的な悪と富と力が集約する巨大なスラム。一度緊張状態が発生すれば、表社会への影響も計り知れません。計画の遂行に全力を尽くしたい我らとしては遺憾ですが、増員を派遣し一気に。匂うな。無法都市、血の匂いだ。嵐が来る。血の嵐だ。月がいつもより赤い。あれではまるで伝説の赤き月。千年前の惨劇だとしたら、無法都市は、いえ、このままだと周辺国家にも壊滅的な被害。静まりなさい。あれが赤き月の前触れだというなら、悠長に監視だけでとどめていることはできない。我ら七影の総力を。いや、金のことこの件は任せろ。まさかお一人で向かうつもりですか。不服か。それが最も確実であることは理解できます。しかし本身にもしものことがあったら、我々は。案ずるな。所詮月が赤いだけの話。そうだろ。ただ月が赤いだけ。伝説の赤き月もあなたの前では形なしね。赤い月も美しいと思わないか。主様がいるからこそ、我らも美しく感じることができるのです。ご武運をお祈りします。すべては主の御心のまま。竜の涙のことでも調べて待ってる。最初は普通の月とほとんど変わらない、少しだけ赤みがかった月でしかなかった。だからそれが血の女王の復活の前兆であるのは誰も気づかなかった。ただ一人シャドウ様を除いて。彼女たちにかかればあっという間に伝説の赤き月の誕生だ。ほんとアカデミー級のアドリブ力だよ。月がちょっと赤っぽいだけなのにね。いつが。ああ、無法都市に君臨する三人の支配者の一人、血の女王のいる赤の塔だ。吸血鬼どもの根城か。見ろよ。スラムの死体あさりすらこっちには踏み込まねえ。近づいたら最後、醜いグールにされちまうってな。おじけづいたが。バカ言うな。所詮は引きこもりどもの巣窟。この上昇気。お前たちにこの門をくぐる資格はない。その資格があるのは血の女王の下僕か、客人か、強者だけだ。なるほど、確かに俺らは下僕でも客人でもねえ。俺たちは血の女王を狩る強者だからな。
何がおかしい。俺は自分を愚者だと思っているが、自分以上の愚者を見るのはいつだって面白い。これが血の女王に挑もうとした愚者の末路。利き腕を落とされ、今は無様に変われる番犬だ。俺たちはてめえのような雑魚とは違うんだよ。メイドの土産に教えてやるよ。俺のバトルパワーは 4317.5 だ。俺もかつては白い悪魔と呼ばれたことがあった。白い悪魔、手配書付きの大物諸剣組か。だが俺もここではただの番犬。お前らみたいな身の程知らずのバカどもを切り刻むのが唯一の楽しみだ。来るぞ。おう。うんうん、これこれ。無法都市、思った通りの吐きだめって感じだ。キョロキョロしない。うめ。変な奴に絡まれたら面倒でしょ。うへい。ねえ、何？あの塔に行くんじゃないの？あんたね、いきなり敵の本拠地に乗り込んでどうするつもりよ。まずは魔剣士協会に行って作戦会議よ。魔剣士協会、実家では見たことないよね。うちには騎士団があるでしょ。魔剣士協会は公的機関に属さない魔剣士たちのために結成された民間組織で、その役割は国や領主がカバーしきれない。武神祭は影の実力者として満足いく結果で終えることができた。ローズ会長の乱入で一時はどうなることかと思ったけど、アドリブで見せ場を作れてよかったな。もう完全に場の空気持っていかれてたんだけど、一瞬のひらめきで全部僕が持っていくパターン決まったね。世界は常に動いていて、人々も何かを思いながら生きている。舞台は台本通りに動かないのだ。これからも柔軟な思考を大切に、どんな状況にも対応できるアドリブ力を育てていこう。そんなわけで武神祭が終わると、王都は日常に戻った。ローズ会長がかけた学園はいつも通りだった。かわいそうだけど、そんなもんだよね。あの事件は地上のもつれだとか王位継承争いだとかボロクソに言われているけれど、真相ははっきりしない。理由はどうであれ、僕は彼女の生き方を応援しているから、どこかで元気に暮らしていてほしい。ああそうそう、武神祭は姉さんが優勝した。優勝してからはしばらくは忙しかったみたいだ。挨拶やらパーティーやらでもう完全にセレブ生活だったけど、秋休みの前には落ち着いて学園にも復帰した。そして暇になった姉さんが毎日うるさいから、僕は仕方なく祝勝会をする羽目になった。ガンマのコネを使って三つ星商会のレストランでただ飯じゃなかった、高級ディナーとしゃれ込んでいたわけだけど。まさかあんたにこんな会場があるなんて思わなかったわ。お城のパーティーでもこんな料理出てこなかったのに。実は三つ星商会の会長って僕の友達なんだよね。嘘つき。冗談ならもっと面白くて分かりやすいことを言いなさい。心配しなくても疑ってないわ。あんたが私のために頑張ってくれたんだってちゃんと分かってるから。そんな感じで僕らは二人で食事を楽しんだ。秋休みは開けておきなさい。何するつもりさ。吸血鬼を退治しに無法都市へ行くわよ。試合が終われば即実戦。我が姉ながらどうしてこう血の気が多いのか。あんた卒業したら将来どうするつもり。中途半端な成績じゃろくな職につけないわよ。どうするつもりって言われても、そういえば卒業後のことってあんまり考えていなかったな。家は姉さんが継ぐし、僕は何かしらの職に就くことになるんだろうけど、騎士団とか華々しい仕事は違うかな。もっとモブっぽい仕事を。あ、そうだ、僕は門番 A になるよ。
主人公とかに通行料払わなきゃ通さねえぜとかいう役。門番 A？ A って何よ。普通のって意味かな。あんたね、門番なんて貴族がする仕事じゃないわ。そもそも二交代でほとんど休みがない、激務発給よ。そうなんだ。休みがないのは嫌だな。影の実力者活動に支障が出るし。あ、牢屋の番人とかは？もっとひどい。クズを相手にする仕事よ。はいはい。何もやりたいことはないのね。ここに連れてきたのは、あんたの将来のためでもあるのよ。僕の？私の後ろで言う通りにやってれば、卒業後は王国の騎士団にねじ込んであげるから。なるほど。僕はやりたいことができるなら仕事なんて何でもいいかな。でたらめ言った。何も考えてないのをごまかすのはやめなさい。なんでそうなるかな。まあいいけど。よくない。え？よくないのよ。ん？さあさあ見てきなよ、美しいお嬢さん。上物のペットが入荷したよ。さあさあ見てきなよ、美しいお嬢さん。上物のペットが入荷したよ。私？そう、あんたさ、世界一美人なお嬢さん。ふん、分かってるじゃない。お世辞だよ、姉さん。黙りなさい。くぅ。まあまあ見ていってよ、お嬢さん。朝入荷したばかり、掘り出し物なんだ。こちらが本日のおすすめ、負け足ペットのゴールドくんだ。どうだい、イケメンだしお嬢さんにはぴったりだろ。ボコボコじゃない。商品の手入れくらいちゃんとしなさいよ。なんか見覚えがあるような。なはは、輸送の衝撃でちょっとばかり傷んじまったかな。よし、3000万ゼリーのところを2700万ゼリーにおまけしよう。高いわね。わかったわかった、なら特別にもう一匹つけよう。引きで数えるんだね。こちらも取れたて新鮮のクリキントンくんだ。どうだい、2匹で4000万ゼニー。これは買わない手はないぞ。お腹切れてるけど。おっと、こいつも輸送の衝撃で傷んじまったか。やっぱり3700万ゼニーだ。これ以上は負けられない。いらないわ。おっと、なかなかの商売上手だ。いいだろう、3500万で手を打とう。あいにくペットなら間に合っているから。なるほど、坊主はお嬢さんの奴隷。いや違うからね。ほらさっさと歩く。年下好みか。それなら確か入荷予定に借金持ちの魔剣士学園の生徒が、確かガリとかワサビとか。引っ張られると歩けないんだけど。こうしないとあんた迷子になるでしょ。ならないよ。なるわよ。ならない。絶対なるわ。なったわ。魔剣士協会の拠点に着くと、姉さんは会議とやらに呼ばれていった。どうやら有力な魔剣士だけを集めて話し合いをするらしい。無理やり僕を参加させようとしたけど、どうにもならなかったようだ。姉さんはおとなしく待ってなさいと言い残して会議に参加した。宿にいても暇だったから少し外に出てみただけなんだけど。おっと、ごめんよ。自分の財布は取り返し、相手の財布も取る。これぞ因果応報。そういや姉さんが言っていた将来の仕事の話、あれって要するにお金があればオッケーでしょ。お金があれば何とでもなる。無法都市には盗賊に毛が生えた連中がたくさんいる。邪魔するよ。そしてその親玉は悪いことしてがっぽり稼いでいるはず。だから僕がぶっ飛ばしてお宝をいただいてしまえば、全ての問題が解決する。実にわかりやすい。悪いな兄ちゃん。
一生遊んで暮らせるだけのお金が手に入れば仕事なんてどうにでもなる。むしろその時の気分で門番になったり護衛になったり無職になったりパン屋さんになったりいろんなモブを経験できるのだ。もう帰りなさい坊や。人はお金を得ることでお金に縛られない人生を得るのだ。今いいこと言ったね。毎度あり。散歩してるだけでお金が増えていくなんてこの年は僕にとっては楽園だな。もしかしたら僕の転職は無法都市の住人 A なのかもしれない。よくもやりやがったなてめえ。何してくれてんだこら。こっちがイラついてんだよ。賭けに負けたのもマリーちゃんに振られたのも全部てめえのせいだ。あれがグール、吸血鬼の手下か。すごい HP が高いって聞くけどここではただのサンドバッグと変わらないか。まさに弱肉強食。これぞ血と殺戮にまみれた無法都市か。お、魔力の波。おい、こいつまだ生きてるのか。グールに噛まれた人間はグールになるというのは噂話でしかなく実際はという話らしいけど、あれのせいかな。赤い月が町中の魔力を活性化してるんだ。放っておけばどんどん増えていきそうだけど、どうしよう。いつも通りモブっぽく逃げるか。旅の恥はかき捨てって具合にミステリアスな少年ボーイをやってみるとか。とりあえずせっかくのゾンビパニックものだし、もうちょっと騒ぎを大きくする方向で。伏せてなさい。え？死にたくなければ逃げろ。死にたくなければ逃げろ。暴走が始まる。暴走が始まる。月が赤い。もう時間がない。時間がない。君の名は。私は最古のヴァンパイアハンター、メアリー。吸血鬼を狩る者だ。これは何だろう。この感情は、この胸の高鳴り、これは、これが。少し戻る時間が遅くなりそうだ。姉さん怒らないといいな。もいよいよだな、ジャガ。はい。これなら学園にバレて退学になる心配もね。命がけで来た甲斐がありました。夏は終わっちまったけど、僕たちの童貞はまだ終わってません。キョロ君。おや、僕たちはいつ大人になるんですか。今でしょ。めくるめく大人の世界へ。いざ。何すんだ。興奮しすぎですよ。なら死ぬ。死んじゃう。童貞のまま死んじゃう。冗談じゃねえ。まだ母ちゃん以外とはチューしたことないんだ。キョロ君、君の童貞は忘れません。おい待て、見捨てんじゃねえ。あのヒヒジジイ、いつまで続くんだろう。何、また喧嘩。人が不幸に浸ってる時に。え、誰よ。今日はもう客は。
死にたくなければ逃げろ。暴走が始まる。暴走？月が赤い。もう時間がない。待って、あなたは？我が名はシャドウ。影に潜む。影を狩る者。死にたくなければ逃げろ。暴走が始まる。月が赤い。もう時間がない。マリー、マリー平気？外でグールが。どうしたのこれ？それはシャドウさんが。シャドウって、あのシャドウ？知ってるの？噂だけどね。学園を襲撃したり、聖域を吹き飛ばしたり、腐れ教会相手に好き放題やってる大悪党だよ。ここの支配者どもと同じくらい危ないやつさ。あの人はきっと悪い人じゃないよ。何してんだいマリー。逃げるの、この狂った町から。足抜けする気？バレたらただじゃ済まないよ。ありがとうシャドウさん。逃げたければ逃げないさ。運が良ければ浮かぶせもありんしょ。ま、過去が逃がしてくれはることはありんせんが。雪目様、吸血鬼どもが町にグールを。お姉ちゃん言ったわよね、ちゃんと宿で待ってなさいって。あのバカどこ行ったのよ。ごめんね、シド。私がこんな場所に連れてきたせいで。黒髪黒目の少年を探し回っていた女というのはあなた。私は少し前に。もう見つけたわ、弟よ。でも見つけてしまった。その子は黒髪黒目ではない。誰よあんた。二人ほど、あなたの言う人に心当たりがある。教えて。一人は月が赤く染まり始めた頃に見た。暴走したグールの前で微笑んでいた。違う、弟は悲鳴を上げても微笑んだりするわけない。二人目は少し前に見た。特徴のない魔剣士の少年だった。どこ、教えなさい。血の女王の配下に連れ去られていくところだった。血の連れ去られたってどこへ。赤の塔。あなたの弟は血の女王の巨匠赤の塔にいる。吸血鬼たちは彼を血の女王へのニエにしようとしているから。ニエ。千年の眠りにつく血の女王エリザベートを蘇らせるには若い男の生き血が必要だ。待って、血の女王が眠りについているなんて情報は。奴らはそれを隠し待っていた。千年もの間吸血鬼に絶大な力を与えたあの夜を、赤き月が再び昇る夜を。確かに最近月が赤く見えていたけど。赤き月は眠れる女王にも影響を与える。呼び水としてのニエの生き血があれば必ず。とにかくシドはあの塔にいるのに。生き血というからにはまだ生きてるんでしょ。私の目的は血の女王エリザベート。赤の塔へ向かう必要がある。目指す場所は同じってことね。協力しましょう。メアリー、吸血鬼狩りだ。私はクレア。地上からの侵入は難しいが方法はある。ついてきて。ええ、待ってなさい、シド。
潮時だ。引くぞ。屋根伝いに駅まで走れ。あなたたち何を勝手に。それでも教会の魔剣士なの。てめえらのメンツなんだ知るか。割に合わねえんだよこんな仕事。あの薬草拾いどもめ。課長、表通りもう無理です。ここまで。死にたくなければ逃げろ。暴走が始まる。あなたは。我が名はシャドウ。影に潜む影を狩る者。こいつ手配書の。月が赤い。もう時間がない。残された時間はわずか。クリムゾン様、間もなく逃げの準備が整います。そうか。都市の制圧も計画通りに。ただ局所的に予想外の抵抗が。どうせ奴らだ。おこがましくも我と対等だなどとさえずる愚者と、白の塔の主陽子雪目、黒の塔の暴君ジャガノート、せいぜい好きにさせておけ。どうせ血の女王の復活とともに奴らは終わる。は。ああ、いえ。ですが、もう一人。何者かが町中でグールを殺して回っているようで、増援として向かわせた吸血鬼すら一掃されています。なんだと。ザコは引っ込んだら。くたばれ麦つ。ほんまに邪魔くさいでありんすな。大口開けて臭い息をまき散らすのはやめなし。獣くせえのはてめえだろうが。しつこい男は使うわ。何も変わらない。たとえ誰かがどこかで新たな物語を紡いでいるのだとしても、僕は変わらない。ただ影の実力者を目指すだけだ。てめえは。主は。我が名はシャドウ。影に潜む影を狩る者。